雰囲気は、まあ抜群にいいと思います。普段はねみんな、いい仲間として過ごしてますけど、練習の時はね関係なく非常に厳しい、サッカーをねレベル高いのを求めている、いい強度の中でプレーできていると思うので、このトレーニングを続けていれば、今年もいい結果を求めてやっていけるんじゃないかなっていうのは、はい、感じてます。サンフレッチェ鉄壁3バックの一員ながらキャプテンとしてもチームをまとめる佐々木翔。今シーズン序盤の2試合は勝ち点3を逃したものの、現在チームはリーグ戦4連勝中。チームとして大きいと語るのが若手による新たな戦力の台頭です。僕らとしてはライバル増えますけども、本当にこうチーム全体がね、日々成長しながら、結果を追い求めていけるっていうこのいいループに入っているのが、まあ、プレイヤーとしてもこのチームをねこう首相をやらせてもらっている自分としても、はい、これ以上ない充実感でできているのかなと思います。ただこれから先の戦いを見据えた時大切になってくる考え方があるといいます。もし、ね、失うタイミングが来たとしてもチームとして変わらず続けていけるかっていうところがシーズン通して重要なところなんで、慢心せずに自分たちに目を向けてやる、一喜一憂しない、大事だと思います。明日対戦する横浜 FC はここまでリーグ戦で勝ちがなく最下位に沈んでいますが、油断は大敵です。自分たちの良さをね出せないとやはり難しい結果になってしまいますし、どの相手だろうが、まあ、それが僕らがね結果を残せない最大の要因だと思うので、しっかり自分たちに向き合って自分たちの良さを出すために90分間プレーできたらなと思います。